どうも、エルザレットでーす。それでは、トーエム、続きをやっていきたいと思います。ちょっとね、放置してたんだけどさ、画面。ぐるぐる勝手に回ってんのよ。これいいね。なんか、考えて、こう、のんびりしたいなーっていう時は、こうしとけばいいね。あ、戻ってきて。で、そうだね、そろそろ熊さんのホテル取りたいね。あ、いた。何に困ってんの？ブロックアザミ、ブロックアザミ。これか。アザミ？アザミ？あ、そうか、ブロックアザミだから四角なのか。アザミってちょっと違うイメージだったからね。ああ、大丈夫？うん？ああ、大丈夫ですよ。ちょっといろいろありすぎて。少し休憩しに来てたんです。療養のせいで頭がおかしくなりそうですよ。目つき変わったな。あれ？なんだか。またやる気が出てきました。そうなの？レストランに戻ります。きっと大丈夫です。話を聞いてくれてありがとうございました。また会いましょう。同僚。ホテルのシェフだって。フォト、はい。あ、すごい。これさ、何も見えないけどさ、フォトスポット入った瞬間、ほら、でかくね？いやー、すご。パシャリ。いっすねー。オークホテル。あ、メイン、今撮ったやつか。撮って、そうだねー。あれ？あ、いた、まだいるか。そうなると、このおじちゃんはもういいもんね。じゃあ、この子たちはね、どうしたの？写真を見せる。ブロックアザミ。あ、ブロックアザミだ。角が尖ってて立派だね。今のでリスト完成したよ。手伝ってくれてどうもありがとう。これで君も正式なフィアルビオーナルナーの一員だよ。お疲れ様でした。あ、帽子だ。やった。公式キャップです。じゃあ、かぶります。お礼のスタンプもどうぞ。またいつでも戻ってきておいで。ここの隙間が。まあまあ。いいでしょう。とりあえず中入って。あ、いた、シェフ。うん？あ、また会えましたね。さっきは話を聞いてくれてありがとうございました。本当に助かりました。レストランはまた絶好調です。OK だったみたいだね。もうこれだけで。そういえば、早速レストランが下がってきました。下がってきました。中に入って何か食べてくださいね。やったー！ただ飯だー。どうでした？ホテルのいい写真は撮れましたか？はい、どうぞ。まあ、なんて綺麗な写真なんでしょう。今すぐ額に入れて飾りますね。おー、頑張っていただいたお礼にスタンプを差し上げます。お、この写真のおかげでホテルはもっと繁盛するでしょう。うまくいけば店舗を増やせるかもしれません。なかなかのね、なかなかの立地だと思いますよ、そのサイズは。お、あ、リスさんたちが料理してたんだ。この子いいね。お、いいね、やったな。レストランにようこそ。これが本当だなんて信じられないぜ。それはともかく、これを見つけたんだ。あ、曲だ。俺はもうカセットを使わないから。そうだな、またな。何？カセットの次、MD か CD プレイヤーあたりになるけど。くださーい。でも、どんぐりか。ご飯どんぐりなのか。そりゃ嫌になっちゃうよな。わかった。
馬いないから、今ふとあったけどさ、馬の写真あれだ、あれを見せるんだ。ひらめきやな、このゲーム意外と。わかったぜ。ただその写真をいつ撮ったのか。これだ。おお、なんと美しい。ひひん。あ、花サイト。はい。こんにちは。スタンプ何個集めたか見てみよう。おお、見事。必要なストンプを集めてるからバスに乗れるよ。新しいカードをあげよう。承認としてフレイカードにスタンプを押したよ。これがあれば無料でバスに乗って次の地域まで行けるよ。イエーイ。はい、待ちます。目的地はさらに奥だね。スタンハム。夏を楽しみたい人が集まる場所。それではいい旅を。いいね。夏か。夏いいよね。海、バーベキュー。肉。他出てこなかった。旅行だね。うん、とかね。いいよね。いや、スタンハムへようこそ。この夏を楽しみたい人が集まる場所だよ。見応えのあるものがたくさんあるんだ。関係しに行ったらスタンプが集まったら戻ってきてね。はい、8個。ちょっと貝殻落ちてる。意外と近づける。そう、意外と。おーおー、バカンス中じゃん。泳ぐタト。タト、タトね。あ、お姉さん。私、内輪がとっても輝いてるの。合図してくれたらジャンプするわ。魔法にかかったような気分よ。学園なんだね。わあ、私はこの目で見たんじゃ。とてつもなく大きな魚だった。王冠かぶってたよ。魚の王様じゃ。わしは海岸でもいつものように鼻歌を歌っていたんじゃ。そしたら突然。ああ、海岸か。あら。わあ、こいつ酔っ払って。カモメの写真が撮れただけ。なんかいろいろしないといけないこと多そうだね。あなたも写真を撮るのが好きみたい。それなら撮影の腕をレベルアップしてみよう。これでね。フレームとフィルター。おお、カメラでフレームとフィルターが使えるようになったよ。これでもっとクリエイティブな写真が撮れるね。早速試してみて。おう、じゃあ、L2 で、なるほど。これかな。はい、どうでしょうか。はははは、はとってもいいね。まあ見た目確かに変わるのはいいね。楽しんで。はいはいはい、写真は全て保存させてもらうよ。そしたらあれか、いろいろ綺麗に撮ってた方がいいのか。そうか。雑に撮ったつもりはなかったけど。
あんな風になるんだったらね、ちょっと待って、フィルターがめっちゃ邪魔。なんかいる、あそこ。いた。泡。あっち。ずニコニコ海賊団。ニコニコ海賊団。まあ確かにニコニコはしてるけど。はい、おじちゃん。フォトチャレンジだね。はい、参加します。カードにチャレンジね。恥ずかしがり屋のカバー、アイスクリーム、砂。あ、カエルだ、かわいい。バカンス中かな、カエルさんも。え、今の取れた？ちょっと。これさ、なるべく中心じゃないといけないのが難しいね。あ、目つぶってるやつにしよう。かわいい。そっか、じゃあ思ったより取れてないやつもあるのかなあ。置いて、はい。で、こうして、あ、何あれ？なんか、もう、ボコボコしてるね。ああ。なんだろうね。とりあえず。カモメさん、撮ってるか。どうも。それってカメラよね。ああ、ダメだ。カメラを向けないと緊張しちゃう。あ、じゃあ。こういう時は、よし、これで OK。 あ、ダメ。カメラを向けられると緊張しちゃう。回収して、回転して、これダメ。あー、ダメか。向けられるとダメっていうからね。難しいっすね。アニさんゲット。巻きがいい。あ、なんかあんま関係なさそう。お、日差しはどこ行っちゃったんだ。いきなり後ろにでかいもんが現れたんだ。俺はもう20年以上ここで日光浴をしてるんだ。ここ動くつもりはないぜ。ああ、絶好スポットなんだね。壊れたりそういうのはないのか。あら、邪魔だね。あっち行きたいけどな。これ何？何これ、アイスクリームサングラスしてるけど。いいな。雨だ。ああ、恐ろしい。どうしたらいいんだ。いや、急に、雨が。ああ、まだそこいる。ラッパの音がある。どうしたんですか？双眼鏡は壊れちゃって、海上の船が見えないんだ。衝突したらどうしよう。ああ。カメラ、ダイナミックなズーム、君は救世主だ。どうか助けてくれ。わかった。ついてきて。すごいなんか、ドナルドっぽい見た目の。急いで、はしご登るんだ。はい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 。はい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 。
釣り用帽子。おー、装備しまーす。すごい、すごい偉大な感じが。ちょっと待った。双眼鏡、あー、これ壊れたってことか。はいはい。で、どうしたらいいの？双眼鏡がない。何も見えない。どうなってるか見せてくれ。あー、はいはい。やばい。これでどうですか？おう船が全部動けないでいる。君のカメラで誘導してくれ。どこにクラクション鳴らせばいい？待ってくださいね。ああ、こっちか。ここ、お任せを。え？それメガホンなの？大きなクラクションが来るぞ。いや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 、ある意味兵器じゃん。これはキー。これだ。はい、こっち。よし、やるぞ。メガホンレーザーだね。まーってならんかな。だって、あとは？だね、あと2台だね。お任せを。頑張れ、ドナルド。これで OK かな？動けないっていうか、あれだよね。もう、クラクションで衝撃で落としてるってことだもんね。今ので最後かな？本当に？うん。君が一緒に来てくれてよかった。どうしたらいいか困ってたんだ。よくやった。君は真のクラクション名人だ。やっと。使い道はわからないけど、君のカメラにぴったりだ。いつか役に立つといいんだけど。あー、これで。乗る。へーってなってたけど。はい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 。散ってったなぁ。お、いい感じの人がいる。あ、ちょっと待った。ニコちゃん。イレミン。かわいいな。カサ。悪天候がカメラを守ってくれる。あー、天候エフェクトなくなるのね。はい。こんな晴れてるのに夏を満喫するどころか。何持ってるかわかんない状態だもんな。いいね、大きな魚が。いや、BGM もいいね。あ、ごめんね。はい、どうも。最高の曲を作ってるところなんだ。でも何かが足りないんだよね。素敵なメロディーとか、それがあったらいいかも。あー、重なるメロディー。多分でもあの大きい魚なんかあるんだろうな。じゃあ他のところ行って、まあ、このクラクションとかうまく使って行こうかな。写真なんだったっけ、フォトチャレンジ。恥ずかしがり屋のカバー。アイスクリーム、あ、アイスクリーム取らなかったな。砂。砂。
はいはい。おお、細かく砕かれた石と鉱物の粒がこんなにたくさん。他にも見せたい写真はある？カバっていうのと、アイスクリーム取りそびれたしな。まあいいかな。あ、これ起こせるんじゃない？ほら、うわー私はニコニコ海賊団の海賊女王だ。少なくとも以前はね、船長の帽子をなくしちまったのさ。帽子は鍵のかかった宝箱に入れられて海の底に沈んでるんだ。これが鍵だよ。あ、ありがとう。お前さん、私をまた船長にしておくれ。あ、ってことはこれで船塞いでたあ、もう目とかどけて入れるんだ。あ、待ってね、お姉さん。おお、すごい、ルンルンだ内面も外面も美しくね。魔法にかかったような君よ。いやー、魔法かかってましたね。いや、素晴らしいと思います。あれ、なんだろう。わあ、ママが反対側に、どうしたら渡れるの？わあ、心配しないで、僕ちゃん。きっと大丈夫よ。私が解決するからね。なんかプルーみてえなのいるな。アプル、レイブのね。あ、悪鳥さん。あ、でも、あれだな。向こう側に違う方向で行かないといけないんだな。すごくかっこいいメロディーを思いついたんだ。聞きたい？うん。ドゥ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 。思ったより良くなかったみたい。はは。なんかインスピレーションが欲しいな。最初からやり直しだ。この子と合わせると良さそうだけどね、さっきの子ね。よし、まあいいか。じゃあ、船の方行こっか。ああ、船の方も、船だな、先船だな。こっちよくね。びっくりしたやつね。で、アイスクリーム。これでいいのかな。君が逆立てない限り先生ヘルメットの着用をおすすめするよ。あー、じゃあヘルメット必要なのか。あ、ちょっと待った、今なんかあったね。ちょっと待ってね、僕隠れます。超絶超絶君邪魔。なんか取れた。ネッシー的な。なんか取れたけど。まあまあまあ、じゃあ今回切りがいいんでここまでにしましょうか。はい。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。とりあえず、潜水ヘルメットとかも手に入れれるらしいんで、次回それ探しながら人助けって感じかな。多分入り口のところから鳩を襲われてる人いたんで、その人を助ける形になるかもね。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回です。バイバーイ。